さんの方に、来ていただけると思ってなかったので、とても嬉しく思っております。この団体はですね、1年前ほどから結成している団体でして、初めてのクラシックギターワークショップというのをここの福祉会館主催文化事業団の主催で、僕が講師としてやらせていただいております。皆さんクラシックギターが初めての方がほとんどで、その中で、今日は、コンサートをしてみようということで、初めての春のコンサートをお届け したいと思います。1曲目が、キラキラ星という曲をお届けします。これはもう鉄板のモーツァルトの一曲ですね。例えばどんな楽器でもこの曲は必ず演奏するんじゃないでしょうか。さあ、それではクラシックギターでどんな響きになるのか聞いてください。これはですね、ジャズの音楽でよく使われている曲です。メロディーは聞いたことある人が必ず多いんじゃないかなと思うんですけども、アニメーションの、エヴァンゲリオンっていうのが流行ったのをご存知でしょうか。その、一番最後のエンディング曲で使用されています。今日は、クラシックギターのアレンジをさせていただきました。それでは最後まで聴いてください。
嬉しい演奏だったかと思います。さあ、それでは、次の曲はですね、実はですね、今日お誕生日の方がいらっしゃるということを伺っております。お名前がゆうきさん。そうなんです。おめでとうございます。それでですね、メンバーのですね、旦那様が、そう、誕生日ということで、じゃあみんなでお祝いしましょうということで、この場を借りましてハッピーバースデーを演奏したいと思います。1年の皆様だけで演奏したいと思います。それにですね、普通はですね、メロディーっていうのをポンポンと弾くんですね。で、一つだけこう弾くのはもうそろそろ皆さん慣れてた。で、低い音をこうポンポンと一個ずつ弾くのは慣れてきました。ただこの曲に関しては2ついっぺんに弾くんですね。こうやって2ついっぺんに弾くのはとても難しいです。それを今回皆さんが演奏します。曲は「さくらんぼの実る頃」というフランスの民謡になります。それを、ジブリの作曲家の久石譲さんの曲になります。はい、8小節だけです。それではお聴きください。
だったかなと思います。はい、あ、もしかしてファンの方はい、スナップのファンの方も多かった、多いと思いますけども、夜空の向こうをお届けします。
ですね、用意してなかったので、結局は。そうですね。多分もともとアンコールって新しい曲を演奏するっていうよりかは、そのコンサートの中で特に気に入った曲を演奏するのがもともとアンコールの習わしだと聞いておりますので、一番最初に演奏したキラキラの星を演奏して終わりたいと思います。Thank you.